パンキシ渓谷は、ジョージア東部、カヘティ州アフメタ郡の山岳地帯に位置する渓谷である。大バルバロ山からアラザニ川沿いの平野までの 34km を結び、幅は約 7km。北にダイカフカース山脈を、西にパンキシ山脈を望み、ピリキティアラザニ川とトゥシェティアラザニ川の流域となっている。住民となっているのは、19世紀半ばに移住してきた。 チェチェン系のキスト人であるが、彼らの話すキスト語には、行政的に特別な地位は与えられていない。2004年頃の推計では、彼らの人口は5000人から1万人ほどとされる。シャミールとの圧力や経済区、豪雪を逃れて、パンキシに定着したキスト人には、通例のチェチェン系共同体が持つ新参者への配達性が見られず、これによって、現在に至るまでパンキシには、 チェチェン人難民を受け入れやすい土壌が存在する。19世紀半ばにチェチェン人やイングルシ人がイスラーム教を受容した影響から以降のパンキシでも北、カフカースやアゼルバイジャンとつながりを持ったイスラーム信仰が盛んとなった。ソビエト連邦の崩壊後にはイスラーム復興も著しく1996年から2001年までの間に4つのモスクが新造されているが その資金はアルカイダにつながりを持つとされるサウジアラビアの国際事前基金が拠出していると見られる。1990年代今つからパンキシではチェチェン共和国のみならずアフガニスタンや中央アジアをまたぐ麻薬取引が公然と行われており、マフィアによる旅行者や地方管理の誘拐が横行するなど治安は極度に悪化していた。さらに二千一年に 第二次チェチェン紛争が発生すると、パンキシ警告はロシアから逃亡した、チェチェン人ゲリラの潜伏先となり、これをめぐって、グルジアとロシアの関係は激しく悪化した。パンキシには、ビブンアルハッタによるゲリラ養成所が置かれていると報道され、グルジア政府も現地に、アルカアイダの資金による病院と射撃場の存在を認めた。他方、2003年初頭には、 半シのチェチェン人難民は8000人に達したとされ、これに対して警告に居住していたオセット人も不動産を放棄して北オセチアへ脱出する事態に至った。エドゥアルド・シェワルナゼ政権はロシアによるゲリラの引き渡し要求を拒否し、むしろ米軍の援助によってゲリラの相当を試みた。これに対してロシア側は不快感をあらわにし、2002年8月23日には、 ロシア軍によるとお式空爆がパンキシ警告に対して行われた。直後の9月26日には警告からイングーシ共和国へ侵入したアラブ人主体のゲリラとロシア軍が衝突し、双方で50人上の死者が発生した。しかし、同年にはグルジアの治安部隊による総統作戦が行われ、また2004年にゲリラ指導者のルスランゲライフが戦死したことにより、 パンキシのチェチェン人、ゲリラ、難民問題は一時沈静化した。しかし、近年では、パンキシ警告は、アイソルの最も著名な指揮官の一人である、アブー・オマル・アル・シシャーニーの出身地であり、アイソルによるリクルート活動が盛んな地域となっている。グルジア当局も最低で50人がパンキシからシリアへ渡ったことを認めており、その他にも若者の失踪が後を絶たないという。 ありがとうございます。